この実況動画は2014年に収録投稿された実況動画を再編集して投稿し直した実況動画になります。そのところをご理解いただきながらご視聴いただければと思います。いやー、刹那圭介だよ。ネームエントリー続きから、何しに行きよったわけいきなりイベントです。前回のパートを見返してないから全然何のないことだから覚えてませんいいか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 、あ、これもしかして四天王の二人目か、まんまとかかったでいか。最弱がやられたからモンスターは逃げ出したって、そんなわけねえか。我が名は四天王に、やっぱりか、名前決めろ。どうしようかな。実はタコ実はタコ、魔王様の四天王の一人、実はタコでいいか実はタコでいいか実はタコって自分で言うとおけんな多分魔王様ですらさ、実はタコでいいかって、ってなる魔王たけしですらなお前イカじゃないタコなん最弱がやられた後モンスターがいなくなって、油断しているところを海底引きずり落とす二重の構えでいいか。その作成名、その名も、なんで俺にそれを決めさせる名前、引きずり込むだろう。実はタコの作戦名、綱引きどっこいにしとこう綱引きどっこい作戦綱引きだ綱引きどっこい大作戦いいか、完璧めっちゃ幼稚な名前だオラオラ海に落ちるか、ギャやる気かいか。でもこんな不安定な遊びじゃ足場じゃ難しいかよ。あ、サイドン強子が水の中に、一命脱落いか、お前もさっさと落ちるか。わあ、一人で戦闘になった。どうなるこれ、負けるときって負けたし負けてもったやん。いい関係かいかいかいか、タコタコ言ったで今、俺の関係ないところでタコ言うたで。お前どうしてそんなに弱いか、さあさっさとこっちにいか。いいか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 、必殺おっぱっぴー、その技は、あれ今のブロック予想じゃないぞ。いかちょっと痛すぎじゃないか、切り身になっちまうか。これってもしかしてあれじゃない、あれなん、敗北イベントだったんこれ。誰だ、誰これ、な、何よそ見しているか。お前から先に潰してやりか、自覚ないのか。いけ、斜め切りって横に切れるっていかんでしょう。てれてーてれれれれれれれ、誰だお前は。よう待たせたな。まあおかげでいいとこ見せられたけどな。あーやべ、すいません、ちょっと最近花粉症なもんで。俺が誰だか分かっていないようだな。え、もしかしてブロック吉雄か。お前がブロック吉雄だ、俺の必殺で分かれよ。いやそうやけどさ、あーこんな顔だったお前飲んだくれさんの技を教えるまでは死なれちゃう、困るぜ。で、あいつはどうした。あの女だよ、海の中で引きずられました。どうした、おい、まさか、マジかよ、溺れてるのか。くそ、俺がもっと早く来ていれば。あれ、気を失っているだけのようだ。よかったよかった、サイドン強子いける、よかったよかった。
お？よし、このまま気づくすい構造で行くぜ。城に戻ってもいいが、もしまたイカモドキが現れたら面倒だ。さっきを急ごう。よっしゃあ、気づくすい工場へレッツゴー。このパートから見た人、ほんと気づくすい工場って謎って思うやろうな。勘違いするだろうな。ん？どうした？すまん、俺はこっちの地域のことは全然わかんねえ。てんてんてん。とうとう大穴、随分と正反対な存在ですね。魔法使いに関係のあるものではあるんだろうな。見ててもしょうがない。さっさと気づくすい工場行くぞ。気づくすい工場って言うたら魔法使いと全然関係ないイメージあるけどね。それは前の方のパートを見てくれたら分かることなん。なんか飛んでる。追いかけてきてる。なんだこいつ。なんだこいつ。しょっぱだから鳥に好かれちまった。どうしてくれるんだお前。いや、ここでは見ない顔だね。僕は料理の魔法使い。料理の魔法使いとかあるんじゃ。料理の魔法使いさんの名前ね。そうだな。コック赤字丸にしとこう。赤字だぜお前は。コック赤字丸と言うんだ。よろしく。魔法を使った料理を研究するためにここにいるんだ。魔法を使った料理だって？気づくすい工場って言っておきなきゃなんてこった。魔法を使えば誰にも真似できない調味料になるのさ。なるほどね。それより俺らの上におる鳥をどうにかしてくれないか。魔法で何個こドアに届かないです。ああそういうこと。なんであんなところにドアつけたんだ。飛行魔法で魔法使いだったらここは入れるんか普通に。クソやられた。私は魔法武器にエンチャントさせる研究をする。私の名前はエンチャント魔法剣士。すごい名前やな。魔法剣士か。弱対価にしとこう。こいつに頼んで大丈夫かっていう名前です。よく覚えておけ。弱対価だ。いつか有名となるな。評判が悪いって意味で有名になるんじゃないかな。何個の人、十字架作ってそこも中に立っとるぞ。何してるんだこの人は。奇妙な人だ。あ、これも浮いとる戦いやつか。何の意味があるんだよこのドア。本当やで、気になってしょうがない。あ、ここもかよ。あれ、ああ、そうか。魔王城への行き方を調べるんだった。そうだった、そうだった。誰に聞けばいいのか。なんか俺、なんだ。何々しいぞ。俺は、炎の魔法使い。名前は。って、なんでお前ごときにならなきゃいけないんだよ。それを言うたらこっちやって、なんでお前ごときに名前つけてあげないかんのや。匿名のままでおるな。なんか浮いてる。なんか浮いてる。なんか用か。私の名は。浮いてる魔法使い。浮いてる魔法使いね。高所恐怖症にしとこう。あい、お前、空中浮いとって大丈夫なんか。5分ぐらいでもうダメになるタイプなんか。高所恐怖症。カスの魔法が使える。高所恐怖症の割にはやったら平然としてられとんな。ポーカーフェイスやな。内心怖いくせに。待てよ、高所恐怖症ってことはこの扉のことも教えてくれんかな。知らんな。知らんのかい。なんで分かったんだ、俺が聞こうとしてることを。そうなんよな。誰に聞けばいいんか分からんし。てか誰が教えてくれるか分からんし。コック知ってる？知らんの。ああ、教えてくれた。魔王城への行き方？魔法使いの先生なら知ってるかもね。先生は高いところにいるよ。あのこっちの方のお話かな。あ、看板あるでよ、みたいな。題名の家？ご用の方は？何で書いてこれ？何に話しかけて？何の名前は？鳥かこれ。鳥って書いてこれ。使い魔なんだよ、この鳥って。そうなんじゃ。使い魔なんだ。
奥さんの使い魔めっちゃ追いかけてきますけど大丈夫なんですか。トリッピーにしとこう。ありきたりだ。鳥の名前はトリッピー。寒。トリッピー降りてきた。トリッピー降りてきてる。ピヨピヨピヨー。なん、うわ、なんだこりゃ。体が宙に浮いている。ああ、ここまで来た。うお、移動してる。これが魔法。周りくどいですね。あ、サチコ出てきた。なるほど、こういう展開だったんだ。まず先に名乗っておこうか。魔法使いだな。すでにアラサーにしとこう。私はすでにアラサーだ。そうなると思った。そうなると思った。傷薬工場の代表だ。何か用か。すいません、魔法なのになんで傷薬って名前なんですか。もうバリバリ科学っぽいんですけど。あのサイドン教子たちは魔法城への行き方を知りたいのです。魔法城への行き方か。もったいぶらずに教えてくれよ。教えてもいい。だが一つだけ条件がある。条件ってなんだ。ここに来る途中にとうとう大穴を見たよな。あったあった。はい、そうですけど。どうせとうか大穴に住む化け物でも倒せってか。たわけ者、そう焦るな。とうは名称試練のとう。その名も試練の塔か。うん、試練の塔掛け算。あ、これ小学2年生の試練じゃないか。掛け算。そして通称魔の大穴。その名も掛け算って聞いたら割り算しかないよね。あ、小学3年生や。割り算。あの穴を落ちることにより魔王城への大陸に、落ちることができる。あ、繋がっとんじゃ。話がわかるじゃねえか。じゃあ早速大穴に行くぞ。サイドン京子どうした。利口だな。サイドン京子と刹那圭介と言ったか。なんだよ、言うことがあるならさっさと言えよ。その大穴を通るためには掛け算を制した者がいなくては割り算に飲み込まれる。だったら掛け算にさっさと行こうぜ。3人なら余裕だ。掛け算って1人でやれるようになるもんだろ。1人でできるようになりましょうで学校で習うもんだろ。入ることができるのは1人だけだ。というか一人で頑張れよ掛け算ぐらい。さらに魔法使いとしての才能があるものに限る。ん？じゃあ俺ら3、ああじゃあサイドン強子しかおらんで、おいには無理そうだな。お前のような話を聞かぬ愚かな者には到底無理だな。サイドン強子は怒っとる怒っとる。怒っとるよブロックよしお。サイドン強子は、サイドン強子にはその才能はありますか。君には確かに才能がある。君がその試練を受けるか。はい、サイドン教区は、サイドン教区が受けます。よかろう、ならば掛け算へ案内しよう。そうして掛け算に行く一行である。魔法でよ、魔王城まで行けないのか。結論から言うと無理だ。あっそ。というわけで掛け算へ行きました。 1×1 から 9×9 まで一つ一つ覚えていく必要。あれ、サイドン強行サイドになった。ここからサイドン強行を操作してか。なるほど、やっぱりこの塔にはサイドン強化単独で行くんやな。わかりました、行ってきますぜ。ここが掛け算だ。この頂上にたどり着いた者だけが割り算への侵入が許される。
壮大なこと言いようけど、実は掛け算ができたものは次に割り算に挑戦せよっていうことじゃないかな、これ。小学校の話やな、これ。このすでに荒さって教師なんじゃないの。なんか教師な感じがするよね。そう言われてみたら。荒さの先生やって。お姉さんからおばさんになった先生やな。モンスターは出てこないから安心していいぞ。出てこんの？なんか苦労するんかな、それだったら。俺たちはここで待機する。何かあればすぐに呼べよ。了解。俺喋らないな。無口キャラなん。行ってきまーす。え、なこれ。そなたの知恵を試す基本的な試練。第一の試練、その名も。いや、どんな試練か知らんけんな。岩を押すやつかな、これもしかして。1の段。なめちょくっとんか、これは。ルールは？ああ、これは、同じ色のやつに入れろって、それだけか。ほんと、レベルとしては1の段でないが。引っ掛けとかないよな、さすがに。こういうことでいいんでしょ。オッケー、クリア。本当1の段みたいなレベルだったな。なんこれ。その他の知恵を示す、を試す。貴族に沿った試練。第二の試練なんで、やっぱり。2の段。2×2 から始まる。いや、2×1 か。なんこれ。溶岩になってる。これはちょっと難しそうに見えるな。どうなんだろう。ん？え、なにこれ。はい？意味わからん。意味わからんで。規則か。なんか意味があるんだろうな。適当にちょっとこういって、あ、適当に置いたらできてもうた。なんか知らんけどできたんやけど。なんだったん。なんだったん今の。左から順に触っていたらなんかできたんやけど。何か知れんなんかわからんの。適当にできちゃったんやけど。そなたの知恵を示す。そなたの知恵を試す。記憶の試練。記憶か。その名も。3の段。もう普通になってきました。これは何だろう。何時に問う。何時の生まれ育った村の名は。あー、中村と柏村どっちだったっけっていうところで、確か柏村だったような気がするよな。それは自分でつけた名前やけん、まあ覚えとるよ。何時に問う。何時を襲ったモンスターの名は。これは十分覚えとる。ブロックよしは入っとんじゃないか。ブロックよしは、あとサチコラブ入っとる。この二人混ぜといてくれんか。チャーシューだよ。何時に問う。何時を祝福した女神の名は。すでにアラサー入っとるじゃないか。あの野郎、もしかしてここで自分を選んでほしいとか言うたん。じゃんけんは絶対ないからね。じゃんけんって何だったっけ。ジョージって猫の名前じゃなかったっけか。サチコね。何時に問う。何時を助け共に旅する。心の奥に思い込む者の名前は。思い込む名前。見てるだけは絶対おかしいからね。これパート1見てない人が見たら何のこっちゃって思うけど、これシステム名だからね。人の名前ですらない。俺のことか。そう思うのならば、きっとそうであろう。これ答えなかった。道徳だった。もしかしたら俺以外選んでも正解になっとったかもしれん。他の選択肢選んだらどうなるかやってみたいところだったな。まあいいか。姿の知恵を試す。犠牲の試練。犠牲？最終試練。
わあ、4から8飛ばした。4から8飛ばした。よ、9の段。何時の一部をよこせ。は？え？いきなりレベル上がったな。小学校の頃が大学でも社会人でもおかしいような問題です。何時の一部を捧げよ。どうなるんこれ。これも知恵とを試すものだとするのなら。どうするんだ、サイドン教皇。わかりました。サイドン教皇は、いえ、私は、これを捧げます。何を？何今の音？何を捧げたん？出てきた。あれ？髪型変わってない？はい、髪型を捧げた。いや、髪の毛捧げたんだ。なるほどな。確かに女の子にとっては髪は命だ。重いよ。なるほどね。無事でよかったと言いてえけど、なんで髪が短くなってんだ？これは察するに髪は乙女の命といったところか。いやな、そういうことやな。でも可愛いよ、ショートヘアも。はい。ブロックよしお、乙女心が分かってない。まあそんなタイプだろうなって思ってたけどね。せつなけいすけさん、ブロックよしおさん、すでにアラサーさん、私、皆さんの足を引っ張らないように最後の最後まで頑張ります。だから最後の最後までよろしくお願いします。よっしゃ、頑張ろうぜ。で、穴の中に入ったら魔王のとこ行けるんじゃ。クライマックスだ。ここが割り算。ここを落ちることで魔王城へ行くことができる。案内はここまで。私は傷薬工場に戻る。バイバイ。あらさ、アラフォーになった時に会おうね。ここを落ちたら魔王城。軽く言いやがって。一旦休憩しましょう。よし、そうするか。で、休憩中なんだな、これ。セーブしとこう。私、覚悟はできています。何が現れても平気です。魔王を必ず倒しましょう。よっしゃ、その息や。魔王城を前に一休みか。そうだ、今こそこの時、飲んだくれさんの技をお前に伝授する。きたー。俺はアレンジを加えてるから、おっぱっぴーって呼んでるけど、本当の名前は、きたー！お父さんの方の技の名前、決めるんじゃ。アルコール 8% にしとこう。アルコール 8% だ。あの時飲んだクレさんは、どんな風にやれって言ってたかな、言ってたかな。お酒を薄めて飲めって言うたんじゃないかな。水で割って飲めって言うたんじゃないかな。アルコール 8% にするためにさ。確か改造シーンが入って教えたといった感じだ。あとは実践あるのみだな。瀬戸田圭介はアルコール 8% を覚えることができた。多分これはさ、技じゃなくてさ、どれぐらい水で割ったらアルコール 8% になるかっていうことじゃないかな。よし、じゃあアルコール 8% の分量も覚えたし、やるぞ。割り算で突入しますか？よし、じゃあ行きますね。俺たちは小学3年生、割り算なんて、ちょいや。これ割り算って小学3年生だったっけ？ 3 年、2年じゃなかったような気がするけど。サイドの記憶は頭から落ちてますね。待て！お前はもしかして、やっぱり四天王。我々は四天王、その名も見かけ倒しだ。自分で言っちゃった。こっから先は倒産。見かけ倒しのくせに威張ってんじゃねえぞ。倒せみんな、倒せ。サイドン教官、やれお前も。そこでアルコール 8% の出番は、アルコール 8%。 俺死んだ。俺死んだがな。何してんだみんな。あ、生き返った。まだまだ。ぐー、く
そやりおる。だが我が生命をかけて魔王城へは行かせん。そうは門屋が下ろさない。だ誰、何、すでに荒沢さんなんか帽子かぶってる。いつにか帽子かぶってる。くそ落ちろ。あらさ大丈夫か。めっちゃおしゃれしてきてる。めっちゃおしゃれしてきてるやんお前。くらいなさい。私の最大魔法光り新しい我らが太陽よ。その力を我にお貸しください。魔法使いの魔法、アラサーの魔法か。最大魔法でやったな。若くなりたいんでしたこ。若くなりたい。ぐわーが体がー、ここは若くなりたいって言うたら対象のものに自分の老けた年を譲るという、なんて怖い。怖いぞアラサー、消えろ。怖いぞ。あらさ、怖いぞ。自分の老けを他人に押し付けるんだ。怖い。トリッピーに感謝させておいて正解だったというわけか。ここから先は私も同行させてもらうよ。もうすぐ魔王城だ。あらさが仲間になった。あ、本当じゃ、魔王城の手前に来た。ついたのか。うー、覚悟してたのに怖かった。ここが魔王城だ。だがこの城には本当の名前がある。たけしの城の名前。確かにたけしの城じゃちょっとな。別にたけしの城でいいやん。たけしの城だ。そう、ほら、しらけとんでないか。そう、てんてんてんやね。わあ、なんかいるね。ついに来たか、選ばれし者よ。我が名は四天王最後の一人。腰抜けにしとこう。腰抜け、四天王最後の一人。魔王に使われしこの生命、今やこそ全身全霊。我が必殺のアルコール 8% を受けるがいい。 8%? アルコール 8% って、え、ちょっと待って、この腰抜けもしかして剣持ってるやん。やーれ、よー、戦いに集中する。ほれポレポーブスブラッベーホルテポラステブテブブブブダブブブブめっちゃ硬いな。やっぱ最後の一人と倒した。勝利。あの技、いや偶然だよな。偶然ってことにしといてもらおう。なんこれ、すごい色してますね。なんこれ。色がすごいぜ。センス悪いぜ。魔王かこれ。魔王か、もしかしてこれ、たけし、魔王たけし来たか。キャッツに選ばれし者。キャッツってなんなん。言葉は不要だ。さあ私を殺してみせろ。たけしが何か言ってるよ。あー、たけしめっちゃかっこいいやん。名前の前にかっこいいやん。ひー、戦いもヒートアップ。あー、サイドン京子がやられた。みんな頑張れ、サイドン京子の形を打て。倒すんだ。いや、倒した。これで終わりか。これでよかったね、たけし。たけし、なんだ今の一言。倒したのか。もう魔力の、魔王の魔力は感じない。やった、勝ったのですね私たち。お前はやられとったけどな。え、城が崩れるのか。みんな脱出だ。せつなけいすけさん、
グスン。サチコどうした？サチコなんでこのタイミングでできたん？刹那圭介よ、よくやってくれました。これでこの世界に平和が訪れるでしょう。その通りや。悲しむことはない。しかしなんで悲しんでんだお前は。どうした？さあ行きなさい。行きますよそりゃ。刹那圭介さん、謎は残っていた。ちょっとあいつらが言っていたことに違和感を感じるな。アルコール 8% とかね。エンディング来ちゃったよ。伏線は？伏線は？Thank you for playing。 この4人です。1ヶ月後。あ、後日談あるんだよこれ。刹那圭介はいらっしゃいませんか？ああ、家に戻ってきてる。久しぶり、元気だった？サイロン京子、久しぶり、元気だ。最近やっと落ち着いてきてさ、ずっと暇がなかったんだよね。そうなんじゃ。今暇？これからいい加減にしろ。でお茶でも飲みに行かない？行く。よし、じゃあ行こうか。どうしたの？え、変わったって？うん、変わった。変かな？変じゃないよ、めちゃ可愛いよ。うん、ありがとう。でも私は変わらない君が。じゃあ行こっか。なんだ今のは。なんだね今のは。めっちゃ伏線残してるやん。ネームエントリー2とか出るのかい？